どうも、北海道タルス在住、大久保克也41歳です。よろしくお願いします。はい、ということで、今回は、セイントセイヤ、ザ・ロストキャンバス、冥王神話という漫画のご紹介をしていこうと思います。2006年、週刊少年チャンピオンで連載をされていて、2009年からは OVA 化もされている作品になっています。原作はもちろん、車田正美先生なんですけども、漫画、絵の方が、手代木先生という方が書いています。僕はですね、チャンピオンで連載をされている時は、正直パラパラ程度にしか読んでいなかったんですね。まあそれはっていうと、セイントセイヤが好きがゆえのっていうところだと思うんですけど、絵が違うとちょっと入ってこなかったっていうのが正直あったんですね。まあその後ですね、 DVD で借りてみた結果、慌てて単行本を全部買うというね、そういったような流れに僕はなっています。車田正美先生の代表作、セイントセイヤの外伝作品の一つで、原作上に存在していた243年前の全聖戦が舞台になっています。セイントセイヤ無印の最後でハーデスがね、またペガサスかみたいなことを言ったりだとか、どうことシオンがなぜ生き延びることができたのかみたいなところの答え合わせができるような作品にもなっています。18世紀イタリアの町外れにある孤児院で暮らしていた主人公テンマと幼馴染のサーシャ、アローンの兄弟が中心となって、神話の時代から続く聖戦が始まっていくお話になっています。主人公のテンマはゴールドセイント天秤座の銅鼓に才能を見出されて、ギリシャサンクチュアリで何年もの修行の末、ペガサスのセイントとなります。また幼い頃に離れ離れになっていた幼馴染のサーシャと再会し、彼女が200数十年に一度人の姿を借りて降臨するこの時代のアテナだということを知り、アテナを守るセイントとしてサーシャを守ることを固く心に誓います。そしてその後、なぜかテンマとサーシャの故郷がハーデス軍の襲撃に遭うことで物語は加速していきます。そのハーデス軍の追撃に向かうテンマとドーコなんだけど、町はもう滅ぼされていて、一緒に孤児院で暮らしていた子供たちも亡くなっています。そしてそこで画家を目指し、サーシャの兄で親友のアローンがこの時代のハーデスの拠り代だと知り、大きな衝撃を天魔は受けます。そしてハーデスと化したアローンは、描かれたものの命を奪うロストキャンバスを使い、人類を滅ぼそうとします。それを止めるためにアテナのセイントたちとハーデス軍との戦い、そしてペガサス天魔とアテナサーシャはハーデスアローンとの戦いへと進んでいきます。という感じでアテナ軍対ハーデス軍っていう戦いにどんどん進んでいくんだけど、主人公天魔の活躍はもちろんのことだけど、この作品はっていうとゴールドセイントたちがめちゃくちゃかっこよく描かれていて、その中でも僕の星座魚座、やっとね注目されたというか、ついに来たというかね、この魚座のアルパフィカというキャラクターがいるんだけど、まあかっこいいし大活躍っていう部分でね、今までアフロディーテでねこう不遇の待遇を受けてきた魚座からしてみると、ものすごくありがたい作品になっています。あとはですね、カニ座キャンサーのデスマスクでね悲しい思いをしたカニ座の皆さんもですね、この作品を見るとですね、カニ座でよかったと思うようなね仕上がりになってると思います。なんでね、カニ座の方、魚座の方、セイントセイヤで諦めたそこのあなたも、もう一度この作品読んでみてはいかがでしょうか。ということで、今回はセイントセイヤザ・ロストキャンバス冥王神話という漫画のご紹介させていただきました。皆さんの貴重なお時間で最後までお付き合いいただき本当にありがとうございます。